はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はですね、スコッチウイスキーですね。またミニボトルでございます。ザ・グレン・リベット。12年。これ結構高かった気がする。500円ぐらいしたかな。容量が 50ml。シングルモルトスコッチウイスキーと書いてあります。原材料がモルトのみ。アルコール度数が 40%。原産地がスコットランドとなってます。グレンリベット。これいくらすんだろうな。フルボトルでいくらすんだろう。グレンリベット。12年。2257円。ああ、まあ。そんな、じゃあ高くないのかな。あ、じゃあ300円ぐらいかな、これ多分。50cc だから多分。安いんじゃない ?2257 円ってことは。あの、メーカーズマークとかと、スーパーニッカとかと同じぐらいだろ。グレンリベット12年。まあいいや、とりあえず飲んでみましょう。うん。なんか、スコッチ。うん。まあいいや、乾杯。うん。うん。うん。なんかね、結構ね、フルーティー、味が。うん。臭みとか、えぐみっていうか、なんていうか、癖が、ほとんどないですね。うん。あ、これはすごいな。あ、フルーティー。すごいフルーツみたいな。甘いっていうか、香りがすごいフルーツみたいな。うん。しますね。うん。これすげえな。うん。おお。飲みやすい。そして、あの、喉にピリピリくる感じもほとんどないですね。うん。うん。飲みやすい。これあれじゃない?シーバスリーガルレベルの飲みやすさじゃないか。シーバスリーガルよか、なんか、個人的に、こっちの方が好きだな。なんかフルーティー。すごい、あの、初心者向けのスコッチウイスキーみたいな、感じがするね。ザ・グレン・リベット。すべてのシングルモルトの原点と書いてあります。スコットランド最初の、政府登録蒸留所として有名。あー、ってことは結局、スコッチの第一作目みたいなもんですか。蒸留所では一番、古いやつってことか。
これはあれだな。本当にフルーティーだぞ。これは美味しい。うん。スコッチ嫌いな人でも、これすごいフルーティーで、飲みやすい。本当に。ただし、あれがないね。スモーキーさはない。うん。ですが、その代わり、かなり、飲みやすく、香りも豊かで、うん。味が結構軽い。うん。結構軽いですね。うん。19世紀、密造酒として横行していたモルトウイスキーの中で一番最初に政府公認として売り出した酒でもあります。はあ。当時は、と言っても当時は地酒のような扱い。世界中で飲まれることにはなるのはもっと後、ここ数十年の話です。へぇ。はあ、これ美味しい。うん。うん。これはあれだな。マジであれだ。初心者向けのスコッチウイスキーみたいな感じになってる。まあ値段はあれだけどさ。値段2000超えるけど。うん。うん。あ、マッカランとか飲んでみたいね。うん。これはあれだ。多分、水割りとかにするともっと、あれじゃない、香り広がってうまくなるんじゃないこれ。これ、今まで飲んできたスコッチウイスキーの中でもこれは、個人的に、一番好きかもしれない。1、2を争う。ん？うん。あれ、ボーモアとかスコッチウイスキーだ。あ、これもスコッチか。まあ、ボーモア1位ですけど。これ2位ぐらいだ。個人的に多分。スコッチで。うまい。単純にうまい。なんか、すっげえフルーティーな味わいと香り。これスコッチあんまり好きじゃないんですけど、これは美味しいわ。うん。これ2200円ぐらいか。これ安いな。はっきり言って、なんだ、シーバスリーガルなんて全然あれですよ。に比べれば全然こっちの方がうまい。うん。シーバスリーガルはなんかね、別に香りは別に強くなかった気がするんだよね。シーバスリーガルはね。うん。こっちはしっかり香りが、すごい。フルーツ。フルーツの香りがする。うん。これはうまいな。モルトの父と呼ばれているウイスキーがグレンリベット。
ビールで言うと、アサヒスーパードライみたいな感じです。非常にバランスが良く、一切の癖がない。スモーキーで癖のある方が好きな人には物足りないかもです。だって。甘みやフレーバーもほんのりとしていて、強烈ではないが、じっくり味わえると、ほんのりと、実にいい味がします。方向は少ないけれど、蜂蜜のような甘みがあり、飽きのこないおすすめの一品だって。これ美味しいですよ。マジで。うん。これはね、あれだな、水割りだな。トワイスアップだな。トワイスアップか水割りだな。ロックはどうなんだろうな。わかんねえ。これはちょっとあれだな。瓶で買うに。いや、フルボトルで、これ今度買おうかな。これはちょっと、あれだ、びっくり。うまい。これはうまい。普通に。ちょっと待てよ。シーバスちゃんと飲み比べてみる。シーバスもちょっと飲んでみて。いや、多分シーバスよかうまいとは思うけどね。さすがに。うん。うん。あのね、シーバスよか香りが強い。明らかに。シーバスはよか、シーバスはね、さらにこれ、グレンリベットより香りが弱い。もうほとんど、逆に言うと弱すぎて、なんか面白くない。口に含んだ感じも、すっごいまろやかなのはいいんだけど、味とかが、パンチが弱すぎて、もうほとんどウイスキーっていうか、ウイスキーつーか、何なんだろうな、これな。寝かせて、12年も寝かせてる感じはしない。うん。軽くて。確かに、シーバスはこっちの、シーバスの方が飲みやすい。癖もない。香りが弱い。うん。これはグレンリベット。うまい。さすがに、うまい。はっきり言って。結構甘めでね、飲みやすいです。香りも結構強いです。正直シーバスリーガルは面白くないから、もう買わなくていいな。グレンリベット久々のスコッチで5点。コクはまあそんなでもないでしょう。甘みと香りが強めで。ね。おすすめ5つ星。これうまい。うまい。ご視聴ありがとうございました。